マジですか。お願いします。いきますよ。はい、ポーストです。久しぶりの霞ヶ浦水系彫刻、バーサーオールスタークラシック終わってですね、はい、そのまま残ってちょっと霞水系のバスを久しぶりに釣りたいなということで、そうですね、はい、お邪魔してます。はい、ここはどこですか。ここは淀浦ですね。淀浦、はい、これよく淀浦でバス釣ったことないかもしれないです。本当に。はい、まあ私はね、この時期からもう絶対的信頼を受けるこちらシャットソール、58、ちょっとさっき52だったんですけど、はい、58に変えました。ちぎるかな？ちぎる？うん、ちぎるカラーですね。あ、POL ね。はい。うん、このカラーをちょっとまあ、はい、ゴサンでは圧倒的こうキラキラする色がいいんですけど、はい、まあカスミはちょっとどうか僕分かんないんで、カラーロードしながらとりあえずフェス会場を探していきたいかなと、はい、思います。僕も今はねちょっとこのマイコンがついてるんですけど、うん、まあちょっと流したらゴーソールとか、まあそういうちょっと下のレンジ巻いていく系にやっていこうと思うんで。了解です。じゃあとりあえず釣りましょうかね。はい。はい。今日もよろしくお願いします。足元にいる？結構足元にいます。あ、クイじゃなくて。ヨダウラってバスでかいっすか。あ、でかいのも釣れるよ。ディフォルトコークで2キロぐらいの47キロ。へえ。なんかすげえクイがいっぱいあるんですね。すげえ昔に来たんですけど、なんか釣れた思い出がない。まあとりあえずこの水温が低くなってきたタイミングからね、出番の増えるソールシャット、こいつをまあ広範囲に巻いて、まあソールシャットとソールフラットを使い分けながら、こうヨダウラ霞ヶ浦をちょっと攻略していくからな。うわ、めっちゃ釣れそう。ババさん、何これ。おっしゃー、きたー、マジー。ソウルシャット霞水系バス、足元やった。ソウルシャット58サスペンド、いいバスだね。社長、社長、やりました。社長じゃねえよすげえじゃん。ババガイドサービス、何もガイドしてねえよ一撃で釣れましたよ。すげえ。ソウルシャット58サスペンド、いいバスですね。いいね。初ヨダウラバス、そして久しぶりの霞水系バスいい魚、いい魚、濃いかと思った、引きすぎて。あ、ほんと。うん、足元で食ってきたっす。健康体ね、すごいいいバスですね。いやー、早速釣れましたね。ソウルシャット、58サスペンド、まあ一番ね、誤算でも使用頻度の高いこう58ミリのサイズ感で、その58から水深とか、まあ、食ってるベイトによって52にしたり45にしたり、もっとは62にしたりとか、使い分けるんですけど、まあ、まず基本ベーシックなサイズとしては58で、誤算結構 SR 使うこと多かったんですけど、このヨダウラの足元は結構水深が深くて、なんかサスペンドしてるバスじゃないとその SR だとちょっと釣れない感じがしたから、まあ、ちょっとボトムからこう叩いて引っ張ってこれるとか、ボトムにいるやつを目の前を通して食わすっていう意味も考えて、58の
SP に、して巻いたらすぐ釣れたって感じです。でここもねこう濁ってて風もあって杭もいっぱいあるから結構まあ効率的にはこういった巻き物がすごい良くなってくるんですけども、冬になってくればなってくるほどこういう場所って結構バスが溜まりやすい。で護岸にバスがいてやっぱこう杭があることによってバスをねちゃんとしっかり止めてくれるからバスが抜けにくい。だから誤算だと例えば木が絡んでたりとか、まあ、いろんな沈み物が絡んでるようなところをシャッと巻いたりするんですけど、そういうとこってやっぱねバスがしっかり停滞してくれるから抜けにくいし、でそういうとこにいるやつをこうシャッと当てて、食わしたりする。で、そのしっかり当てるときに物から離れずにこう飛ばずに這いつくばるようにしっかり攻めれるのがソウルシャット。だからティービルじゃなくて、この時期ってやっぱそういうところにタイトにくっついて、ちょっとでも飛んじゃったりすると、見切っちゃったり、まあ追いかけなかったりすることが多いので、普通のこう、ティービルではなく、ソウルシャットが有効になるっていう、感じになります。なのでね、まあ、霞水系でも、まあ、釣れたので、いよいよちょっと本気で、そろそろソウルフェスが開幕かなと思います。皆さんもぜひお試しください。やばいっすか、マジっすか、スリーパーお願いします。いきますよ。はい、もうでっかマジでやばくない50アップじゃね、50アップだと思う。そうですよ、マジやばくないですか、やばこんなんいいですかね、まあ結構稀だと思うけど、やばやばいっしょ。ソウルシャット50アップ、ソウルシャット5アッチパクったら釣れた。待ってマジかよ、これいってるっすね。いってるよね、うん、結構いってるよ。スリーパウンダーじゃ効かないよこれ、もしかしたら。マジでびっくりした、あげらんなくて大変だったよマジで。やっぱ久しぶりにカスミでこんなの見たね、うん、いい魚、めっちゃ引いた。ナイスフィッシュですね。ちょっと最高っすね、カスミ水系ソウルフェス開幕です。また角金レーザー、ボロボロレーザーもうだいぶ使い込んだ、使い込んだヨダラのせいで。こんな感じで、まあ、ざっくりと語ってもらいましたけど、はい、そんな感じで釣れたんですか。主に狙ってたのはこの杭のここのこのラインと、このラインと、あとこの護岸沿いのこのライン、はいはい、で今釣れたのは護岸沿いですか。護岸沿い、おお、まあ、ちょっと風に煽られて真ん中ぐらいをバーッと釣って、まあ、このシェードのやつ、まあ、いろんな沈み物があるじゃないですか、一気の破片あったっす、あったっす、そういうのにこう、こうやって流れに行ってきたらグニュッと、ね、一緒っすね。そうで、あれって言ってそのままテンションの感じにずっとテンションかけてたらグニュッとなんで、はぁ、なるほど、素晴らしい。なんか、こう巻いて思ったんですけど、58サスペンドがちょうどいいっすね。そうだね、うん、叩いたり叩かなかったりぐらい、最初、ここにやってたんですけど、うん、SR とそれもちょっと叩きにくかったりしたから、うん、なんか58がすげえちょうど良かったな。スローリトリーブメインだったら、62DR でもいいぐらいな。ああ、そうですね、うん。ちょっと割と水深あるっすもんね。うん。もうちょっとね、冬とかで魚の動きによくなったら、62でもいいかもしれない。確かに。でも、パパッと釣れたっすね、日本で。